どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのヒルトンアメックスクレジットカードですね、こちらの新規入会キャンペーンがですね新しくなるというふうになりますんで、こちらについてですね解説やっていきたいと思います。ということで今回ですね、ヒルトンアメックスのね入会キャンペーンがね新しくなるということで、こちらね8月10日の0時にね公開 OK っていう風にいただいておりまして、この時間にね動画公開させていただいてるわけなんですけども、今回ですねヒルトンアメックスのねクレジットカード発行検討されている方はですね、今までのね入会ポイントよりさらにね多くもらえるっていう風になりますんで、発行検討されている方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、ヒルトンアメックスクレジットカードには一般カードとプレミアムカードっていうね2枚があるんですよね。で基本スペックをですねちょっと私の方でまとめさせていただきました、まあ、こんな感じになっておりまして、ちょっとこの話ねいらないよっていう方はですね動画の概要欄に目次つけておりますので、そちらからね次の項目見ていただければなと思います。まずですねカード券面はねこんな感じになっておりまして、私はね一般カードはちょっと持ってないんですけども、プレミアムカードの券面はこんな感じになっております。ちょっとね濃いブルーっていう、まあ紺みたいな感じですよね、かなりかっこいいね券面になっております。で年会費がですね、一般カードの方が1万5000円プラス税金、プレミアムカードが6万円プラス税金っていった形になります。で家族カードなんですけども、どちらもですね1枚はね無料になっておりまして、プレミアムカードの方がね3枚無料なんですよね。で4枚目以降はですね、こちら1万3200円プラス税金ですね、一般カードの方は6000円プラス税金がかかります。で基本還元率なんですけども、一般カードはですね100円につき2ポイント 2% 還元ですね、プレミアムカードの方は100円決済につき3ポイント 3% 還元というふうになりまして、ヒルトンのねホテルで利用すると、一般カードの方は100円決済で3ポイント 3% ですね、プレミアムカードの方が100円決済で7ポイント 7% 還元というふうになります。まあこちらねパッと見ていただくとね、すごいね還元率が高いねクレジットカードに思えるわけなんですけども、こちら貯まるポイントはですねヒルトンのクレジットカードということで、ヒルトンポイントがね貯まるんですよね。でこのヒルトンポイントっていうのはですね、価値としては 0.3 円からまあ高くてもね1円ぐらいっていう風になりますんで、ちょっとね還元率がすごい高く見えるんですけども、まあ実際はねそうでもないよっていうのがこのねヒルトンカードっていった形になります。でこちらの2つのクレジットカードはですね、発行するだけでステータスがもらえます。ヒルトンゴールドステータスがね2つとももらえるっていう風になっておりまして、私持ってるプレミアムカードの方はですね年間200万円決済していただくと、ダイヤモンドステータスがですね決済額だけでもらえるっていった形になります。でですね、HPCJ 特典ということで、ヒルトンプレミアムクラブジャパンっていう略なんですけども、こちらがですね、ヒルトンカードをね、保有していると割引価格でね、入会することができます。またですね、決済額応じてですね、週末の宿泊券がね、もらえるというふうになりまして、ウィークエンド無料宿泊券っていう名前なんですけども、一般カードの方は年間150万円利用すると週末1泊ね、利用することができて、プレミアムカードの方はですね、年間300万円決済すると1泊ねこのウィークエンド無料宿泊券がねもらえます。またですねクレジットカードの更新特典ということで、一般カードにはないんですけども、プレミアムカードはですねこちらを更新するだけでウィークエンド無料宿泊券ね1泊もらえます。ですので決済額とね更新特典ね、こちらは2泊ねもらえるっていった形になります。でクレジットカードラウンジであったりですね、海外旅行保険、そういったね、保険についてもプレミアムカードの方はねほとんどついておりまして、航空遅延の、ね、保証に関しては一般カードはありません。またですね手荷物宅配サービスもねついておりまして、京都特別観光ラウンジっていうのはですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードを持っていると入れたりするんですけども、こちら一般カードはなくてプレミアムカードはね利用することができます。で国際ブランド発行元はですねアメリカンエキスプレスっていった形になります。でですねプレミアムカードの方は、まあ、年会費が6万円ということでかなり高いクレジットカードですよね。ですのでこれ以外にもですねキャンセルプロテクションであったりリターンプロテクション、またねスマートフォンプロテクションっていった保険がですねプレミアムカードの方にはね付帯しているっていう風になりますので、まあこういった意味ではですね、まあ年会費6万円ということでかなり高いクレジットカードなんで、結構いろいろね付帯特典があります。
まあこういった感じのですね、ヒルトン一般カードとプレミアムカードなんですけども、こちらね8月10日からですね入会キャンペーンがパワーアップします。まずねヒルトン一般カードの方ですね、こちらは新規入会後1ヶ月以内に3万円以上で1万ポイント、3ヶ月以内に30万円決済で1万ポイント、6ヶ月以内に75万円決済で2万5000ポイント、75万円分の通常決済分を入れて1万5000ポイントということで、こちら合計6万ポイントがねもらえるっていった形になります。またですねプレミアムカードの方はですね、発行後1ヶ月以内に5万円以上で2万ポイント、3ヶ月以内に30万円の利用で3万ポイント、6ヶ月以内に150万円の決済で6万5000ポイントということで、こちらね通常決済分4万5000ポイントを入れるとですね、合計16万ヒルトンポイントがね獲得することができるっていった形になるんですよね。いやこれはねかなりすごいですよね。まあ今までもですね入会キャンペーンっていうのはこのクレジットカードねやっていたわけなんですけども、一般カードの方は利用分入れて4万3000ポイント、プレミアムカードの方は利用分入れて13万ポイントということで、一般カードの方は1万7000ポイント、プレミアムカードの方は3万ポイントね上がったということで、まあ獲得できるねポイントはかなり多くなってるんですよね。まあちょっとねプレミアムカードの方は半年以内に150万円の利用ということで、ハードルはねちょっと高いわけなんですけども、まあ、獲得できるねポイントもかなり多くなっているっていう感じなんですよね。これからですね発行される方はですね、ぜひねこのキャンペーンね狙っていただきたいなと思います。でですねこの獲得できるねポイントで、まあ、どういったホテルがね泊まれるかっていう話なんですけども、6万ポイント一般カードの方ですね、6万ポイントということで、こちらはですねプラス 2,3000 ポイントね足していただければ、先日ね私がレビュー出したコロナと東京とかにもね宿泊することができますし、まあ、6万3000ポイントあればですね平日であればほぼほぼね、宿泊できるのではないのかなと思います。コロナと東京もね平日なら利用することができます。ちょっとね週末になるとですね結構厳しいかなっていうふうに思います。このねヒルトンポイントっていうのは平日とね週末ですねポイントの価値っていうんですかね、あの宿泊料金もそうなんですけども、すごいね必要ポイント数もすごい上がりますし、現金価格もすごい上がるんですよね土日は。ですのでちょっとね週末になるとねかなりね限られたホテルでね利用する感じになるかなと思います。またねプレミアムカードの方は13万ポイントということで、こちらはね週末でも基本的にはねほとんどのホテルで利用できるのではないのかなと思います。またね平日であればですね2泊とかもね利用することもねできるかなというふうに思います。でですね私の個人的におすすめなんですけども、私の動画にはね結構登場している9月にですね京都に開業する日本最上級ヒルトンブランドの LXR6 っていうねホテルが9月の16日だったかな開業するんですよね。こちらのホテルはですね現金決済もね10万とか15万とかね結構高いねホテルなんですけども、こちらね今9万5000ポイントで週末でもね予約することができるっていった形になっておりますので、個人的にはですねこちらでね利用していただくのはね結構いいのではないのかなと思います。ちょっとね一般カードだと3万5000ポイントぐらいね足りないっていった形になりますんで、ちょっと決済修行ねしていただく感じにはなるわけなんですけども、コンラットよりさらに上のブランドっていう風になりますんで、まあ、私もねかなり楽しみにしているんですけども、おそらくねかなりすごいホテルのではないのかなという風に思っておりますので、気になる方はですねこちらもね狙ってみていただければなと思います。またですね11月にですねヒルトン長崎っていうね長崎県に新規でねヒルトンホテルできるんですよね。こちらはそこまでね現金決済額高くないんですけども、週末だとね5万ポイントぐらいで宿泊できて、現金決済だと2万5千円ぐらいという風になりますので、まあ、こちらもね今年2021年の11月に開業するホテルっていう風になりますので、できたばかりのホテルっていうのはやはりね綺麗です、設備もね最新っていう風になりますので気持ちよくね滞在できるのではないのかなという風に思いますので、こちらもねぜひチェックしてみていただければなと思います。
それではですね、今回のね、新規入会キャンペーンね、ポイントアップしたということで、入会方法に関してなんですけども、アメリカンエクスプレスのね、クレジットカードの入会方法は、本来3つあるんですよね。公式サイトからの入会、既存会員からの紹介、もしくはアメリカンエクスプレスの営業担当経由ということで、本来3つあるんですけども、まだね、ヒルトンアメックスに関しては、既存会員からのウェブ紹介っていうのは、まだ制度としてね、開始されてないんですよね。で、今回の私がね、動画で解説させていただいている入会キャンペーンに関してはですね、アメリカンエクスプレスの営業担当経由のね、入会方法っていう風になりますんで、一般のね、公式サイトから入会してしまうとですね、一般カードは5万4000ポイント、プレミアムは14万6000ポイントということで、ちょっとね、一般カードに関しては6000ポイント、プレミアムに関しては1万4000ポイントほどね、下がってしまうっていう風になりますんで、もしね、今回のキャンペーンで満額ね、ポイント取りたいっていう方はですね、アメリカンエクスプレスのね、営業担当経由でね、申し込みされるといいのではないのかなと思います。もしね、発行希望の方は、私の動画の概要欄にブログとツイッターですね、こちらの DM いただければですね、アメリカンエクスプレスの営業担当ね、紹介させていただきますので、ぜひね、発行検討される方はですね、ご連絡ね、いただければなと思います。毎回言っておりますけども、こちらね、私、アメリカンエクスプレスの営業担当経由ね、かなりお勧めしておりますけども、一切お金いただいておりませんので、今回のね、ヒルトンアメックスのこのキャンペーンに関してもですね、私が紹介してもね、私には1円も入りませんので、この手をね、ご安心していただければなと思います。ということで、今回ね、ヒルトンアメックスのクレジットカードのね、新規入会キャンペーンがですね、パワーアップしたということで、動画ね、解説させていただきましたけども、いやーね、ポイント数がね、ここまで上がるっていうのはね、かなりびっくりですよね。まあ私もね、今年の3月にね、入会したわけなんですけども、まあ3万ポイント以上ね、上がっておりますので、ちょっとね、残念な部分ではあるんですけども、まあ今年ですね、アメリカンエクスプレスね、新規入会キャンペーンをどんどんね、パワーアップしてるんですよね。まあその一環でね、これも上がったのかなっていうふうに思うんで、まあこればっかりはね、どうしようもないわけなんですけども、いや、かなりね、ポイント数アップしておりますので、もしね、発行検討されてる方はですね、この機会にね、入会してみるのもね、いいのかなと思います。で、一つね、注意事項、これだけね、言わせていただきたいなというふうに思っておりまして、私の動画でね、何度も取り扱っておりますけども、ヒルトンホテルはですね、2021年の7月1日から12月の31日まで、まあこちらはね、日本は対象外なんですけども、現時点ですね、アメリカ国内のヒルトンホテルっていうのは、ヒルトンのね、ステータス、ゴールド以上だと朝食特典っていうのが、まあ、ヒルトンのね、ステータスの特典にはね、あるわけなんですけども、こちらをですね、今ね、休止しています。年内いっぱい。で、これがですね、2022年どうなるかっていうのも分かりませんし、これがね、もしかしたら今後日本に入ってくるかもしれないみたいな、まあこの適用がですね、これもね、全然分からないっていう風になりますんで、まあ今回ですね、ヒルトンアメックスのクレジットカード入会すると、まあゴールドステータスがもらえるということで、朝食ね、いただけるわけなんですけども、今現時点ではアメリカ国内のみということで、日本はね、対象外なんですけども、今後ですね、ヒルトンのステータス特典っていうのはですね、おそらくね、ある程度変わるのではないのかなって、こちらは私の予想ですけどもね、まあ今現時点でアメリカ国内でね、朝食特典なくて、今ホテルクレジット付与に変わっておりますので、まあ今後ね、何かしら変わるのではないのかなっていうふうに思っておりますので、この点だけはですね、覚えておいていただきたいなというふうに思います。まああくまでね、今日本国内では適用ではないんですけども、まあこれがね、もしかしたら2022年とかにですね、日本に入ってくる可能性もね、ゼロではありませんので、クレジットカード発行される方はですね、よく検討していただいて発行ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボムホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。